前田正宏です。京都大学人間環境学研究科の准教授です。居場所というものについて立ち止まって考えたいと思っています。具体的には地蔵盆という京都の地域コミュニティのお祭り、その中で見つかった工夫とか課題を通じて、地域の居場所の未来について一緒に考えたいと思っています。専門は建築学の中で建築計画学、建築に関わる人の暮らしとか場所ごとにその人たちがその人たちらしく生きられる場所の課題とか、その具体的な解決方法まで合わせて考えるというところが面白いところだと思っています。皆さんにとっての居場所とは何か、また地域の居場所の未来について共に考えることができればと思っています。ぜひ講義にご参加ください。お待ちしています。